京都ゆりなです。今日は私オンラインお話し会を123部で昨日はね123部終わった後に時間があったんでショールームしたんですけど、今日は123部終わったらマジ即電をしないといけないので、今日稽古最終日で途中から通し稽古参加みたいな感じになっちゃうので、そうなんです。なのでやるタイミングがないので、今日さ前髪切ったんだけど、なんかあんまうまくいってないね。なんか変なんで前髪ね、短すぎた。逆にね、端っこがね短すぎた説の子も、ま、今は分かれてないけど、分かんない。お話し会の時は前髪分かれてるかもね。おりりって、結局分けたら意味ないんだけど、分けるっていうか分かれるっていうのがね、今日も123部よろしくお願いします。今日雨降んないよね。予定だったら雨降らないっぽいから、今日はもう傘置いてくよ。昨日はちゃんと傘持ってったけど、傘させないぐらい風強すぎて、なんかあんま意味なかったような気もするけど、どうなんだろうね。今日は一応なんか雨は降らないっぽいよ、予想だとね。いや降らんでええわ、荷物多くなる。マジで荷物がないな。さ、ケープとかデカケープ持ってっちゃってるしさ、アイロン持ってってるしさ、稽古だからレッスン着も入っててさ、うん、パンパンなのよカバン。重い。でも今日はマジで防寒、この中フィートテック着てる。寒いからヒートテック着てるし、これにアウターも着るからここが。やっぱさ、上あったかいのに下めっちゃ寒いね。どこ見て喋ってんのって、ニュース
え、下ズボン。今日めっちゃ意外って感じかも。マジ服装。意外って感じかも。なんか本当はワンピース風に着たいなと思って買ったけど、ワンピース風にするには短かったし、なんかパンツに合わせるにしてはちょっとでかすぎて、サイズちょっとミスったね。買うサイズじゃもう握手会の服なさすぎてネットで買ったのよ。カーゴパンツ、あれ、あかね、STU のジョールの話だいぶと思う。でもそれは STU だからね。うち AKB だからさ、やっぱルールが違うんでしょきっと。知らんけどね。ね、でもこれめっちゃ薄いから春まで着れそうなレベル。もうめっちゃ通気性いいもん。これ中何も着てないと超寒寒寒寒寒寒って。マジ前髪さ、アウター迷うな。いやダウンはダウンなんだけど、っていうかカイロ、カイロ、マジカイロないと生きていけない。マジ寒い。マジ電車の中ダウン暑いかな。あんまり感じたことない。そんなせっかく来てガツガリじゃないからかな。そうそうそう、私はね全然あれですけど、ね、なんで本当こんな寒いんですかね。まあ冬だからなんですけど、あーどっちにしよっかなと思います。うん、迷う。
センター試験の時って結構給料に、ああそうなのかな、毎年、まあ、時期的なね、ものもね、多分あるんだろうね。確かに、そうだね。まあ、受験か、本当に。懐かしいな、どんだけ前って感じ、マジごめんやけど。受験は、本当にね、だいぶ昔よ。私からすると。いやでも高校受験だったらほんと10年前ですよ。10、14、15なんで。すごい前ですね。いやー結構前ですね。すごい昔だ。あの頃は若かったなー。もう10年前か。受験生の頃のユナは可愛かっただろうな。いやいや、顔は今の方が可愛いからごめんやけど。受験生の時のユナだってもう香川県出身の芋だったからな。マジでお芋さんだったよ、顔。香川県産芋って感じ。寒くて布団からなかなか出られない。わあ、めっちゃいいな。まだ布団に入ってんの？最高じゃん。もう私もはや布団どころか、もう家出るよ。ゆりなちゃん、AKB が好きになったきっかけ、りなちゃんのパフォーマンス見てからです。嬉しい、ありがとうございます。やった、それでゆりなちゃん推しではないと。ねえ、外寒いよね、まだ。キュン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 。はい、あ、15分経った。いや本当にね、まだ寒いし、今日もまあ言うてね、ギリ2桁ぐらいの気温なんで、みんな暖かくしてください。でもなんか花粉症がそろそろ始まってきてるっていう、なんか東京かなの人で40%の人がもう花粉症を感じてますみたいな。私めっちゃそうなの。外でもさ、すごいくしゃみがムズムズして止まらんのよね。ね、やばい、肌荒れが。なんか最近メイクのよりめちゃくちゃ早くて、あんまりメイクのり良くなくて、なんでだろう。それかな、ちょっと肌荒れしがちになんりょんかな。何にも変わってないのにショックなんやけど。というわけでランキング読んじゃいます。私はもうちょっと時間ないんで。
13位リュッケさん、12位リバプールさん、11位リッチーさん、10位タベスノムスイさん、9位ヌーネームさん、8位アーさん、7位アサヒさん、6位ババチャンニセさん、5位島屋さん、4位トキタピさん、サイマサト、3位ハルタラさん、そして今日の1位はニキヤさんです。いつもの部屋からお話がよろしくです。よろしく。というわけで今日は、1,2,3 部ですね。 1,2,3 部で朝早いんですけども、皆さんぜひ来てくださる方はお待ちしております。私も今日はでもその後はお稽古なんで、もうダッシュでお稽古に行きたいと思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。